はい、2人で頑張って完食目指していきたいと思います、はい、ちなみにゲイルさんって結構食べれるんですか？いや、なんかね、結構みんなに食べれるんじゃねって言われるんですけど、はい、意外とそうでないですよね。だってよくほら、定食2個とか普通に食べてますもんね。そうですね。でも今回はちょっと次元が違うのかなと、もうビビってるじゃないですか。いや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 、もう負けちゃうんですよ、気持ちね。そうですね、はい、頑張るぞ。お待たせしました。これはもう誕生日ケーキのような感じですけど、うわー、もう大体のなんかその揚げ物が乗ってますよね。ちょっと待って、ちょっと待って、皆さん、これもんですよ。なんかこう、どう言ったらいいんだろう、本当お風呂桶だねこれ。でもいい匂いしてる。めっちゃ早く食べたい。じゃあこれで打倒デカ盛り倒すぞ。打倒ノムさんち倒すぞ。はい、それではゲイルさん、はい、いよいよチャレンジスタートでございます。25分なんですね。そうです。あ、大丈夫かな。いきますよ、制限時間25分で。これ25分だったら、あの音楽が鳴るようになってる。わかりました、はい、じゃあすいません、カウントお願いします。はい、それでは参ります。はい、5 4 4、3、2、1、スタート。どえらいな。まずこの見た目のインパクト。じゃあまず唐揚げからいこうかな。まーす。じゃあすいません、いただきます。うん、そう、うまっ。めっちゃうまいですね、これ。サクサク。中に何か見えてます。もう隊長、もう見えた。隊長、中に何かお、動画見たの出てる。お、出てますね、豚肉。これうわ、うまっ。これでも、あ、ペースさん早い。これはもう、ヒロさんも結構いってるじゃないですか、もう音楽とかも。ちなみに完食した人いるんですか？まあ、ゼロ。僕らが最初の実験台で。結構来ました？くれますね、やっぱ。結構やっぱ、なんていうんですかね、揚げ物なんで。で、どれを食べても、まあ、キャベツは別ですけど、どれを食べてもやっぱりお腹膨れますね、これは。こうなんか山登りみたいな感じですね、これ。うん、一歩一歩がきつくなってきますね。やっぱペースってのも大事なんですかね。そうだよね。やっぱ大食いする人は自分のペース多分持たれてる。なんかもう普通に食べられてます。なんか。飲むの？いやいや、ヒロさん、僕は全然ダメですよ。ケルさんの手が止まった。どうですか、まだ行きますか？なるほどね、諦めない。ラストスパートって全然ラストでもない。スタートダッシュレベルだけど、行きます。じゃあ5分切りました。はい、ヒロさん応援してます。うわうわうわ、いつも応援してます。ありがとう。うん、
諦めない。体壊さないでくださいよ。それだけは。さあ、1分切りました。1分切ったのか。出すしかないな。とっておきを。とっておきを。1ありました。お疲れ様でした。さあ半分の1ちょっとぐらいかな。まあ、でも上の揚げ物はだいぶやっつけたね。そしてゲールさん、すいません、穴が開いたような感じですけど。あ、ゲールさんは1/4。いやでも結構揚げ物も食べてるね。そうですね。唐揚げがなくなって、チキン南蛮ももうあと1個になってるね。いや、食べれなかったらこうやってお持ち帰りできるっていうちょっと環境に優しい。だってそれ1個でも量いいよ。いいですよね。なんかもうこれから出前行ってきますみたいな。確かに。あ、まずこれで。ああ、完成。まとまりました。あ、結構すごいですね。4人前大盛りですね。うん。うん、もうとっく盛りぐらいですよね。だいぶですね。だってご飯の中にお肉も入れて埋めてるから。そう、埋めてるんです。ちょっとだって始めたんです。いや、もうなんかちょっとめっちゃ食べれるよみたいな常連さんがトロトロっていらっしゃって、ちょっと挑戦してもらいたいなと思って。すごいですね、これ。なんか結構食べてるいろんな、なんか大食い挑戦する常連さんとか結構いらっしゃってるんで、ちょっといけるんじゃないかな。すごい。戦いみたいになってますね。お電話ありがとうございます。食べながら出してください。これはもうせめてもの優しさの野菜です。ここまでたどり着くから。そうだね、揚げ物ばかりだと気持ち悪くなっちゃう。まず何から食った方がいいんだろうな。やっぱ揚げ物からいった方がいいかな。でもまあ揚げ物しか持ってないんですよ。ですよね。じゃあまあバランスよくいった方がいいかな。そういうの考えながらいいかな。 2.5 キロ超え。そうですね、25分以内。いや、もっとあるでしょそれ。要ギャル曽根が食ってるやつですよそれ。バランスよくいい感じに。マジで。はい、安心してください、わかります。